あ、そうか。そう、だからちょうどその当時、まあじゃあ5歳、6歳とか、まあ7歳ぐらいまでの子たちが見てた子が今大人なの。ね、22、23とか、まあ、20代なわけ、まあ、ちょうど YouTube ドンピシャ世代なるほどね。あ、じゃあ彼らが見て、今じゃ見てる人たちはその辺の層、大体その辺の層とかが多い。あ、なるほど。20代、30代が。あ、そうかそうか。そしたらじゃあこれからちょっとキャリア、これからキャリア考えたりお金のこと考えたりし始める。そう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 、そういう年齢ではあると思うよ。で、まさきのファンだから大体ちょっと端っこの方に、こうアウトローな方に行っちゃった子たちが多い。いや、そんなことないよ。何？要はさ、ウルトラマングッズを買うのも、例えばやけど、ちっちゃい頃ってお小遣いでしか買えへん、うん、でも大人になったら自分のお金で買える、うん、だけど要は俺らのやつって年代が古いから逆にプレミアがついてたりとかして、要はその当時定価がじゃあ2000円やったものが今5000円とか1万円とかになってる。だからなんていうの、お金を使わなあかんわけ買うには。だからこそ多分そのいい人たちというかいいお金持ちの人とかお金を持ってる人たちいっぱいいると思う。なんかうちみたいなところにニーズがある人たちって多いのがね、で、まあ、どんな人がうちの客層になってるかっていうと、あんま金持ち来ないじゃないですかね。めちゃくちゃ金持ちやもんな、まあ、ほんとピンキリなんだけど、うん、例えばじゃ あの10億、20億持ってますみたいな、金さん10億、20億持ってますみたいなのはほとんどいなくて、だいたいマックス5億、下でほんと数百万とかっていう人もいる。数百万でさ、例えば何をどう運用するのって話じゃん。あの、そうそう、そこもね、あのファイナンシャルプランナーとはというところの定義のズレがあるんだけど、あの世の中の人ってファイナンシャルプランナーイコール資産運用上手な人たち、アドバイスしてくれる人っていう、そういうイメージあるでしょ。それ以外何のためやん。例えばね、あの分かりやすいな、例えばファイナンシャルプランって何か、ファイナンシャルプランってそもそも何かっていうところがね、運用じゃないんだよ。ほら、これから先さ、例えば結婚しようとされてる、はい、ね、で、子供が生まれます、はい、で、学校行きます、学費かかります、うん、で、今の家じゃ足りないからもっと広い家住みます、うん、で、家買いましょうか、住宅に住みますか、両方、両方のこと考えていたらどうなんだろうって迷うわけよ、うん、で、自分の収入で、で、自分の支出がある、で、奥さんとか旦那さんとかのさ収入と合わせて生活していって、で家賃が変わる、学費が変わるっていう中でさ、変化があるわけでしょ、収集、年間の収支とか、収入と支出の変化が、で、例えばさ、家買うときなんかは、ね、まあ、今東京なんかマンション高いから、例えばさ、じゃあ7000万ぐらいのマンション買うってことがあったらさ、初めて買う人はしよるよね、ビビるじゃん、7000万の借金買うんですって。多分ね。お前ほら、ボンボンだから分かんないかもしんないけど、ちゃうねん、俺も買いすぎやねん物件いろいろ。まあそれはね、だから一番最初だと逆に思い出した、初めて買うときに、うん、ね、ほら昔の三茶のやつとかさ、じゃあ初めて買ったの世田谷、千田谷、千田谷小学校の、あ、そうか、あれね、ライオン LDK、 ライオンですね、違う、ライオンじゃなくて、買ってなかったっけ、ライオンとか、そこは俺だってあれや、おかんに騙されて買ったの。おかんに騙された。そうや、なんで18で免許取るやん、車の、うん、で、俺はちっちゃい頃からベンツのゲレンデってやつ乗りたかったわけ、うん、ジープみたいなやつな、うん、で、お金を貯めてたわけ、うん、で、20歳かなまで、要は18で免許取ってすぐランドローバーってやつ乗った、うん、あ、乗ってたね、赤いランドローバーに乗ってた、うん、もう俺はどうしてもゲレンデが乗りたかったからお金を貯めてたの。で、20歳の時にいくらやったっけな、5、600万貯めたキャッシュで、で、これを持って俺はベンツのゲレンデを頭金で買いに行くとって言ったら、お前になんてバカじゃないのって言って、ちょっと待ちなさいって言われて待ってた、うん、そしたらある時銀行に来なさいって言われて、銀行に行ってここに署名と捺印しなさいって言われて、署名と捺印したら俺の物件になった、その物件俺だから物件を内見もしてずに千駄ヶ谷は買った。お、まあ、
あ、おかんやりそうだよ。うん。あ、やりそうだね。で、だからその時が3500万ぐらいのマンション。あの、1LDK か 1DK か。え、前どっかさ、なんか、どこあったっけ、代々木川の辺住んでなんか、代々木のマンションも買ったってなって、それ、代々木を住んだことない。いや、今なんか、ちょっと古めにマンション買ってる。代々木はないよ。今までの歴史で言うと、代々木に住んだことはないな。千駄ヶ谷やと思うよ、だからそれ。それで、それか。それライオンじゃなかったっけ？違う違う。ライオンマンション系はこうだもん。あ、そうか。じゃあ俺の感じやね。まあいいや、そんなファイナンシャルプランナーっちゅうのは何？いや、だからそういうの買うとき、いや、あの、一般の人たちはさ、あの、母親にお前みたいに騙されないから、まずね。騙されずに自分たちで夫婦で、ああ、じゃあ家買おうかって、これもう、これ、印鑑押せ、7000万大丈夫かみたいな不安に駆られながら、これ、印鑑押すわけじゃん。住宅ローン組むわけじゃん。その時に、いや、本当に買って大丈夫なのっていうのが、わかんないでしょ。そういう、その時じゃわかんないじゃん。それを将来自分で描く、あの、子供が何歳になったらお金かかるか分かんないから、そういうのを全部試算してあげて、あなたはこのまま生活していったら、ちょっと待ってよ。緑茶配ください。芋焼酎の緑茶配ください。緑茶配ください。はい。じゃあそれをまずね、試算してあげる。計算してあげる。将来あなたがこの将来の収入、いや今年は年収いくら、来週年収いくら、来年の年収はいくら、再来年はってずっと書いてる。そんな分からへんやん、年収なんて。いや、そんなのも、だから、いや、分かんないけど、例えば会社員の人だったら、芸能人分かりづらいけど、会社員の人だったらある程度分かる。業界の今の年収がいくら、係数かけてさ、大体こんな感じで、わーって減ってくる。一般の人は分かりやすいけど、我々みたいな特殊なさ、ニッチな仕事は分からへん。いやだからさ、大工だって分からない。いや、お前らみたいな大工、漁師、芸能人。芸能人、漁師は分かるやん。なんで？いや、芸能人よく分かるでしょ。いや、漁師は分からんぞ。一発でかいマグロ釣ったら。それ、親父が話してるよね。違う。バカ言うな。青森の年末の、な、年始に出す、初競りマグロを釣ろうもんなら。だからそこだけでしょ。バーッともう1億やから、1匹。もうそれさ、3000万とかやから、年末年始のこの初競りのやつは。まあね、その、まあ、それに青森中の漁師が目がけるわけ。でもそれはそれであると思う。それはね、一攫千金系の人。そう。それはそれ。でもほら、世の中の人の、ね、何パーセントの話だよ。やろな。芸能人も何パーセントって話なんですよ。うん。だから世の中で一般的に言ったらやっぱり会社員が多いわけで、その人たちのその支え、だからその、ビクズ金持ちも来ないっていうのがそこにもあってね。だからまあ、一定のやっぱりこう、あの一定の年収のこう、サラリーマンの人たちの、家庭が多いから。ピラミッドで言うと、真ん中が来るってことだろ。そう。ちょうど。そう言うとね、こう分かれてこう、こうね、全体でこういうさ、分かる、こういう確率みたいな、こう標準偏差分かる。そうなんかさ、ピラミッドしか分かる、まあ、ピラミッドは、それピラミッドはこう年収構造みたいな話になるけどさ、その全体の中の、だからほら、多くを占める人たちの割合、ね、その会社員の人たちがもう大多数なの、マジョリティなわけじゃん。あの、君らマイジョリティだよ。まあ、マイノリティだよ、君らは。少数派ってことだよね。少数派、もうマイナーってことよ、世間では。まあ、輝かしい仕事をしてるかもしれないけど、存在はマイナーだわけよ。うん。だからそれはマグロ漁師もそうだし、でも大工さんはある程度収入は分かると思う。そうだな。だって大工さんだって怪我したの一発の終わりやん。いや、そんなことないよ。それでもな、ある程度こう、自分の今の収入稼いでいたどうかなって、自分もあるでしょ。ある程度これぐらいの収入、デコボコはする。一人デコボコする。デコボコしかない。え、固定ないの？ないよ。あ、全部具合、全部フルベッドで具合やん。あ、そうなんだ。なるほどね。芸能界なんてほぼほぼフルベッドで具合やん。